ズームインジョブ。この動画は子供に大人の仕事を紹介していきます。今日のゲストは振付家の、松井ゆきみさんです。ゆきみさんはどのようなお仕事をされていますか？はい、ですね、振付家って紹介していただいたんですけど、振付もしますし、あとダンス教室を主催しています。ダンス教室では、ストレッチとダンスの指導をしています。あとはちょっとダンサーもしています。ゆきみさんもこれからどのような活動をしていきたいなと思っていますか？みんなで楽しく参加できる、本当にめっちゃ楽しいお祭りみたいなのをの振り付けのお祭りの中でみんなで盆踊りみたいなので振り付けをして楽しく踊れるようなことをまずパーッとやりたいですね。では最後に子どもたちに一言お願いします。ですね、もしダンスが好きになってやりたいと思えば、いろいろお父さんお母さんが心配して、その道はどうだろうって言うかもしれないんですが、本当に好きだったら挑戦してみてください。その道を挑戦してみてください。私も散々そう言われてきたんですけれども、どうしても好きなので他のことが何もしたいと思わなかったので、思い切ってこの道進んだんですけれども、なんとかなりました。ですごく有名な画家さんがおっしゃってたんですけれども、そのどうしてそんなに有名になられたんですか、すごい努力したんですかって言ったらば、その方は、僕はずっと続けてたら他の人がどんどんやめてくれたので僕は有名になったのかもしれないって言っていました。だから続けることっていうのがとても大事なことだと思います。好きならぜひ続けてほしいです。本日はありがとうございました。